ブラタモリ終了とたけしのアンビリバボー卒業にコメント。タレントの明石家さんまが24日レギュラーを務める MBS ヤングタウン土曜日に出演。自身を含めビッグ3と呼ばれたタモリ&ビートたけしに言及した。さんまはタモリの冠番組である NHK ブラタモリが3月末でレギュラー放送を終了すること、ビートたけしが1997年の番組開始から出演してきたフジテレビ系奇跡体験アンビリバボーを3月6日放送で卒業することについてコメント。ブラタモ終わんのと一瞬驚いたが、単発復活の可能性ありと知ると、そうかそうか、じゃあ体力的なことなのかな、タモリさんの自分より10年上ですから、タモリさんがだからもう78歳ですからと推測。77歳のたけしさんも多分体力的なもんやと思いますと続けた。ゲストの加藤のり子からタモさんのレギュラーが減って、たけしさんのレギュラーが減って俺が忙しくなるって言うと聞かれると、さんまはブラさんと番組横取り、おしさ周囲の笑いの中こういう角度になってるんですねとタモリ風に話したが、村上昌司から無理、あんなにゆったりで気変もん、カメラも追いつけへんように早足でやるからと番組趣旨に合わないとダメだしが、続けてさんまはアンビリバボーはバナナマンやってるやつやな、ゴーリキアヤメちゃんも辞めるなら行く必要ないな、アンビリバボーとたけしのモノマネを披露した後、俺ミニオンズの格好してバナナバナナって言うてバナナマンの横におろうかな、多分バナナマンからやめてくれって言われるな、勇気振り絞って言われるわと話した。そしてでもここまで長いこと僕も含めてですけども、皆さんに応援していただいてすごいなと改めて、自分の口から言うのはおかしいけどビッグ3の活躍ぶりはほんまにな、改めて思うけどねと感謝しながら持参した。加藤から3人による特番をもう1回見たいですね、絶対見たいです、年を重ねてねと要望されると、40年以上もトップで走り続けたさんまは本当にな、みんなじいさんになってなと笑って返答、加藤からは今見とかないとですもん、だってと念を押されていた。